はい、ゴールデンウィーク企画です。第3回目となります。今回はですね、今までのこの打ち込みにベースを加えてみたいと思います。まず今までと同じ要領でこのプラスボタンですね。そしてソフトウェア音源を作ります。この上部分ですね、このベースというのが生ベースになっていまして、このシンセサイザーの中に入っているベースがシンセベースといった形で、これもですね、サウンドに合わせてどんどん試してみていただきたいんですけども、今回はですね、こうビッグベース、これを使用してみたいと思います。そしてですね、いきなりベースを打とうと思ってもですね、これなかなか大変だと思いますので、少し基礎部分の説明を行ってみたいと思います。まずベースなんですけども、低音楽器なので、あまり高い音。このような高い音はあまり使われずですね、この C1 のミの位置、E ですね。からだいたいですね、1オクターブ上。ないしはもう少し上に行ったとしても C3 ぐらい。このあたりを使用して打ち込んでみたいと思います。そしてですね、ベース、楽曲のコードを決める上で非常に重要なものとなっています。ベースに他の音程を弾かせることで簡単にコード感を変えられてしまうと。ということでですね、まずフレーズの前にどういうコードにするか、こちらを決めていくのが早いと思いますね。で今回わかりやすいように8ビートといってですね、すべての8分音符にこのように入るものですね。こういうフレーズ、一回聞いてみてください。非常にシンプルなサウンドです。これをコピーしていって、2小節目は違う音程、3小節目は違う音程とやっていくことでですね、このギターに対してさらに変化を付け加えることができるかなと思います。ギターが G シャープで弾かれていますので、一番最初のコード、この部分は G シャープから始めてみましょう。例えばこういう風に。合わないから上に行くとか。こういう風に探していくとコードを楽しく決めていけるかなと思いますね。このようにしてみましょうか。これで聞いてみると。このように簡単に変化がつけられるといった形です。今ですね、1小節単位で変えていったんですけども、200だけ変化をつけるなんていうのも可能ですね。みたいな形です。もう少しですね、変化をつけてみようと。ベースパターンいくつかやってみましょう。この8ビートから発展させやすいっていうのがですね、この1オクターブ上げるという手法ですね。8分音符の2個目、要は8分裏ですね。この部分を、こんな感じで上げるだけで、こういうパターンになります。一度はこれ聞いたことあるパターンかと思いますね。このパターンの時は8分裏を1オクターブ高くするといった形です。今ですと常に弾いてる感じなんですけども、これにちょっと空白をつけるイメージでもかっこよくなります。そしてこの時目安になるのがこのバスドラムの位置なんですよね。ここのバスドラムと同じ位置にベースを入れることでかなりノリを出すことができます。今この場所を覚えてしまって、こういう風にですね。こんな感じだったと思います。234も同様の作業を行ってみました。これで聞いてみてください。そして次にですね、ベースで非常に重要なのが音の長さですね。この音の長さをですね、少し工夫するだけでもかなりかっこよくなります。最初短すぎたと思いますので、このように長くすると、こういった形ですね。もちろんこれには厳密な決まり事はないんですけども、頭拍、1拍目、2拍目、3拍目、4拍目ですね。もし入ってた場合は、ここを少し長めに取ると安定した感じになるかもしれませんね。同じ音程だけじゃちょっと面白くないなんていう時に、先ほどの8分音符にも通じるんですけども、1オクターブですね、フレーズの中で上げていただく。こういった形ですかね。そしてちょっとオクターブに慣れてきたななんていう時に試していただきたいのがこれ5度というもので、ここから数えてですね、今 G のシャープを弾いていますけども、7個こう数えていってあげてください。から1、2、3、4、5、6、7。ここになりますね。もちろんこの順番はですね、自由に決めていただけますんで、こういう風に逆でもいいわけですね。っていった形。で、さらにこの先ほどの音の長さ。このあたりを組み合わせていくとですね、いろいろと試せるところかと思いますので、ぜひですね、このようにしてかっこいいベースラインを作ってみてください。ということで明日はですね、このベースを足したオケに対して、シンセサイザーなんかを使って、もう少し彩りを加えてみたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。